どうも、ねずっちです。アメリカでですね、麻薬所持の疑いで捕まった男が取り調べ中におならを連発したんです。で、ブッブブッブブッブッブね。そしたら警官がですね、その匂いに耐えきれずにですね、取り調べが中断したと、警官はね、取り調べ室の外に退避したというですね、どんなおならだったんですかね。その男は冗談のつもりでやったんですかね。まさにガス抜きのつもりでね。だから警官はたまんなかったんでしょうね。くっせえな、なんだよこれ、やめろよ本当によなんてね。結果警官の方もブーブー言ってるっていうね、よくわかんない状態だったのかもしれませんけど、あれ待てよ、ひょっとしたらおならを通してその男は自白してたのかもしれないね。うん、あのね、麻薬所持ってお前どうやって手に入れたんだっつってね、お金を払ってですね、おなら同様草買ったんだみたいなね、いくらしたんだってね、取り調べ室にこもったこのおならの匂いと一緒で10万したんだってね。ねずっちです。そんなわけねえか。